スタートしました。方々揃いました。最初の雪垣障害に向かいます。まだ固まっています。ドングラシアス、電光オクトパス。前に上がっていって、踏み切ってジャンプ。最高峰まで無事飛越。9番、電光オクトパス。内から1番、テイエムハリアーがそれに並んでいきます。3番手、5番のオースミムーン。4番手、シゲル中役。踏み切ってジャンプ。各馬続々と飛越。最高峰の8番、セーフティーフライトまで飛越を終えています。2コーナーから1コーナーに向かいます。9番電光オクトパスが花に立ちました。2番手1番テイエムハリアー、あとはもう5馬身6馬身と離れまして、5番のオースミムーン3番手正面3度前に入っていきます。その後ろから3馬身差、12番シゲル中役、4番のワンダームシャが行って、池垣の障害踏み切ってジャンプ。電光オクトパス軽快な飛越、3馬身のリード。2番手には1番テイエムハリアーで、水郷障害踏み切ってジャンプ。その前の2頭は飛越を終えて、今オースミムーンが飛越を終えていきました。これから3つ目の障害踏み切ってジャンプ。9番電光オクトパス2馬身のリード。2番手には1番テイエムハリアー、あとは7馬身8馬身と離れまして、5番のオースミムーン4馬身差、12番シゲル重役。4コーナーから3コーナー、その後ろに5番のワンダームシャが行きました。あとはまた6馬身ぐらい離れまして、13番のドングラシアス、6番ビッグビークの追走で3、4コーナー中間の障害へ。9番の電光オクトパスが先頭踏み切ってジャンプ。この飛越で1番のテイエムハリアーが一気にかわしていきました。その後3番手大きく離れていますが、5番のオースミムーン、それから12番のシゲル重役、あとは4番ワンダームシャがいて、離れまして13番ドングラシアス、外は6番のビッグウィーク、それから4馬身差2番の名将武士道の追走でタスキのコース、グリーンウォールの飛越は踏み切ってジャンプ。テイエムハリアー先頭です。2番手には9番電光オクトパスが続きます。あとは3馬身差5番のオースミムーンで、畜作障害踏み切ってジャンプ。1番のテイエムハリアーですが、外から9番電光オクトパスが並んでいきます。離れまして5番のオースミムーン3番手、4番手12番シゲル重役、4番のワンダームシャ、あとは離れて6番ビッグウィーク1コーナー、13番ドングラシアス、3馬身差2番の名勝武士道、その後は離れまして3番の東証デザイア、また大きく離れまして7番のアドマイアサイモン、その後ろからシャモフレンド、3馬身差10番ユーターチェイサー、それから3馬身8番セーフティーフライト、そして最高峰追走は14番リリーアタッカー、踏み切ってジャンプ。向こう上面最初の障害、1番のテイエムハリアー先頭、1馬身のリード。2番手には9番電光オクトパス、あとは4馬身差5番のオースミムーンで踏み切ってジャンプ。向こう上面2つの障害の飛越、3番手で超えています。あとは4馬身差12番のシゲル重役、あと4馬身差4番のワンダームシャ、2番の名勝武士道の追走で3コーナーを回っていきます。先頭は1番のテイエムハリアー、いや2馬身のリード。2番手には9番電光オクトパス、あとは離れました5番のオースミムーンで踏み切ってジャンプ。3、4コーナー中間の障害の飛越、オースミムーン3番手、4番手は2馬身から2馬身半12番シゲル重役、あとは5馬身差2番の名勝武士道、4番のワンダームシャを続いて第4コーナーのカーブ、ダートをこれから横切ります。先頭は1番テイエムハリアー、2馬身のリード。2番手には9番の電光オクトパス、直線コースに入りました。3馬身差を詰めてオースミムーンが外に出した。3番手2番手を追ってくる。12番シゲル重役はその内に入っていった。最後のハードル障害、1番のテイエムハリアー踏み切ってジャンプ。無事飛越を終えて2馬身のリード。外から追ってくる5番のオースミムーンが2番手から前を追う。その後内から12番のシゲル重役が3番手、5番のオースミムーンが捉えた。1番テイエムハリアー2番手、先頭は5番のオースミムーン、ゴールイン。5番のオースミムーン、重賞2連勝。